氷河、てめえみてえな奴が一か八か川飛び込んで追うわけやねえ。君と二人きりで話がしたかった校舎裏にこくりに呼び出す厨房かよ、てめえはよ。あいにくこっちは既婚者でな。あ、もうバツイチか。一ミリも話すことはねえな、てめえとは。ほーん、そりゃまた100億パーセントそそらねえ話だな。根拠ゼロの俺様理論は科学の世界じゃギャグでしかねえって覚えとけ。この新世界に優れた人間だけを生かすべきです。でしょ？関川はそのために人類に与えられたチャンスなんだ。実に超絶合理的だ。合理的だがそそらねえ70億人が支えきれねえなら70億人支える手を70億人で探しまくる。それが科学のやり口だ。